後お父さんのジャケットパジャマ感が恋愛の性力のあるガードルふわりとした口元ゴールドのものを合わせてすごいシルエットが綺麗全体のバランスが取りやすくなるどうも散財系 YouTuber の柳橋優衣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回はリアル1週間コーデー。だいぶ気温も上がってまいりまして、春らしいお洋服がやっと着られる時期になってきましたが、とはいえ急に寒い日があったり昼夜の、ね、寒暖差が結構激しかったりするので、実際どんな洋服を着ていいかわからないっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、今回は私のリアルな1週間コーデをご紹介していきたいと思います。私の1週間コーデはスタイリングのポイントはもちろんのこと、その日合わせてるリップやなぜその髪型にしたとか、そういった、ね、ポイントも含めてご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。ということでスタート。1日目はブルーとブラウンのマリアージュコーデでございます。キラー。今日はですね、ちょっとこの後人に会う予定がございますので、きちんと感はありつつもおしゃれも全力で楽しめるコーディネートにしてみました。で、私いつも動画でブルーとブラウンめちゃくちゃ可愛いって言っているんですが、いかがですか？やっぱり可愛いなと思いました。丸今ですね、こんな感じで手元にカーディガンを持っているんですが、これをこうやって肩にかけても可愛いので、まあ、この辺はね、なんかちょっとつどつど状況に応じてやろうかなと思います。私いつもブルーとブラウン可愛いよって言ってるんですが、その理由といたしましては、なんてことない普通のコーディネートも色をブルー×ブラウンにすることでおしゃれ見えと高見えが叶うからです。あとですね、本日はこの色合わせを最大限楽しみたいので、ブルーブラウンブルーというサンドイッチ製法で色を配置いたしました。ということで近寄ります。トップスはラルフローレンのダンガリーシャツでございます。これはちょっとオーバーサイズで着たかったので、メンズの M サイズを選びました。肩からかけてたのは去年バビロンで買ったニットカーディガンでございます。日中はこのシャツ1枚とかでも意外といけたりするんですけど、夕方とか夜になると冷え込むので、寒くなったらこんな感じでね、上から着ても可愛いので、こういったアウター代わりになる少し厚手のニットカーディガンとかはよく持ち歩いてますね。スカートは結構前に買ったアンバランスのものでございます。私いつも言っているんですが、こういったタイトスカートを履くときは必ずある程度補正力のあるガードルを中に着用するようにしています。今日はブルーとブラウンの色合わせ以外にクラシカルというのもテーマに入れておりまして、このラルフローレンのボタンダウンのシャツもそうなんですが、バッグもヴィトンのスピーディーにすることでよりクラシカルな感じを出してみました。伝わってるかなお靴はですね、結構前に買ったミラオーエンのものでございます。私はですね、このバッグの金具の色とアクセサリーの地金の色を揃えるっていうのが好きなので、本日はですね、手元こんな感じでゴールドのアクセサリーをメインにつけております。小さくて分かりにくいんですが、もちろん耳のピアスもゴールドでございます。今日はこのリングとバングルとピアスがカルティエのラブシリーズなんですが、私の中でカルティエのラブはクラシカルな印象が強いデザインなので、今日はこのラブシリーズをたくさんつけました。今日のリップはボーブのマットリキッドルージュスモーキーピンク301のお色でございます。普段私はチークとリップ、もうちょっと青みのあるピンクを使うことが多いんですが、今日はお洋服がブルーとブラウンの色合わせを楽しむコーデなので、リップもちょっとブラウンみのあるピンクにして、それに合わせてチークもピーチ系にしました。今日の髪型はクラシカルというテーマに合わせて、毛先はふんわりワンカールぐらいのおろしにしました。これでしっかり巻いちゃうとまたちょっと違う感じになりますし、綺麗なアレンジとかしちゃっても私の中ではちょっとね、バランスが違うかなと思ったので、おしゃれ感の出すぎないシンプルなヘアスタイルに仕上げました。ということで1日目は以上です。はい、ということで2日目のコーディネートは限定会議のモノトーンでございます。キラー。今日はですね、ちょっとたくさん歩く予定なのでスニーカーを履きたいなと思ったんですが、スニーカー実は私あんまり得意ではなくて、なのでスニーカーだけどカジュアルになりすぎなくて自分に似合うコーディネートっていうものを考えてみました。このコーディネートのポイントといたしましては、ジャケットとパンツでスーツ見えさせることによって綺麗め要素を
層をたくさん入れて、足元がスニーカーでもカジュアルになりすぎないようなバランスにしております。ジャケットはエブリでアイライクというところのもので、私はこれ DGM クラスで購入しました。サイズは小さい方の36です。このジャケット肩幅も大きめだったり、シングルのお作りだったりでメンズライクな印象なので、袖をこうやって伸ばしてきてしまうと、私の場合お父さんのジャケットを借りてきたみたいな感じになっちゃうんですよね。なのでこういったオーバーサイズのジャケットを着るときは、ちゃんと袖をガサッと上げて腕を見せることによって、このジャケットに着られちゃわないようなバランスを取るようにしています。中のロンティユニクロのもので、何を思ったか L サイズを買っちゃったんですけど、 L サイズだと襟ぐりが大きく開きすぎちゃってちょっと微妙だったので、M とか買い直そうかなと思っております。パンツもユニクロのタックワイドパンツでございますね。これも何度も動画でご紹介しておりますが、私はいつも M サイズの丈長めを股下73センチにカットして履いております。今日はベルトをつけているんですが、あえて細いものにしました。それはなぜかというと、ここで太めのごついベルトをつけちゃうとよりメンズっぽい感じになってしまうので、あえて細いものをつけることによって女性っぽい印象をウエストに入れました。バッグはバジックのもので、ここの金具がシルバーなので、本日もまたそれに合わせてアクセサリーもシルバーで揃えております。スニーカーはですね、今爆流行り中のアディダスのサンバでございます。私ですね、こういったスポーティーな印象のスニーカーって苦手なアイテムなので、今日はこのスポーティーさを中和するために、切れ目要素が強いジャケットとかスラックスパンツを合わせて自分なりに履きこなせるようなバランスにしました。今日のリップはベネフィットの06番のお色でございます。このリップもともとマットではあるんですが、今日は口元さらにふんわりとした印象に仕上げたかったので、こういった感じの筆を使ってポン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 と筆で塗るようにして、ふんわりとした口元に仕上げました。今日の髪型なんですが、こんな感じで超シンプルなお団子ヘアでございます。下ろしてストレートでもいいかなと思ったんですが、タイトに仕上げることによってきちんと感がより増すので、スニーカーのカジュアルさをこうちょっとで軽減してくれるかなと思ったので、きっちりとしたお団子にしてみました。ということで行ってきます。3日目のコーディネートは楽ちんなんだけど、手抜きとかパジャマに見えすぎないコーデでございます。キラー。本日はですね、この後ちょっと美容クリニックに行ったりするだけなので、すごいおしゃれをするとかそういうのは一切なくてですね、着心地は楽ちんでパジャマみたいな感じなんだけど、見た目的にはパジャマには見えなくて、ちょっとか弱さも演出できるようなコーディネートを目指してみました。弱さは多分このカーディガンのふわふわモコモコ加減で演出できているかなと思います。現場からは以上です。ということで近づきます。トップスはですね、バビロンで購入したものでございます。ふわふわのカーディガンがすごい着心地よくて、実は最近よく着ています。インナーは楽天で買ったカップ付きのキャミソールを着ています。デニムはアズールバイマウジーのものでございます。このデニムはワイドなので楽ちんで履き心地いいんですけど、見た目的にはそんなにこうズルズルな感じにならないので、結構これも気に入ってよく履いています。バッグはシャネルのものでございます。今日はアクセサリーとかコーデのポイントとか特に言うこともないので、需要があるかどうかわかんないですけど、ちょっとバッグの中身をご紹介しようかなと思います。まずはですね、お財布とキーケースです。フェイラーのクマちゃんポーチ、この中にはリップクリームとかエアポッツとか、そういうちっちゃいものが入っています。あとはですね、このフェイラーのハンカチですね、これ見てください、ミニゴジラとモスラなんです。めちゃくちゃ可愛くて胸キュンしてすぐ買ってしまいました。これはですね、フォロワーさんからいただいたにわかせんべいのポーチで、この中にはサプリ類が入っています。あとは今日美容医療をするので、念のために顔を隠せるグッズでこんな感じのキャップとマスクも持っていきます。今日は楽ちんな格好でいたいので、靴はアグのこのタイプのものを履いていきます。この後クリニックに行ったら施術前にメイクとかは全部オフするので、今は日焼け止めしか塗ってないんですけど、さっき鏡見たらあまりにも自分の顔色が悪すぎて、いやこれはちょっとやばいなと思ったので、今日はですね、このシスターアンのリップを薄く塗りました。このリップ手に取るとこんな感じで、グリグリしなければすごいベターって色が乗る感じじゃないので、すっぴんに塗ってもこう色がつきすぎないので、唇が浮くことがなく、でもちょっと血色をよく見せてくれるので、すっぴんの時とかにもおすすめです。あとコーデとは関係ないんですが、ネイルを当
新しくしました。私普段ですねもう少し爪が長いんですが、今回爪が折れて短くなっちゃったので、短くても長く見えるように肌なじみのいいピンクベージュをカラーグラデーションにしてもらいました。ということでこれからクリニックに行って頑張って痛みを耐えてきます。4日目のコーディネートはスウェットパンツをパジャマ感なく着こなせるためのポイント満載だよコーデでございます。キラーン。スウェットパンツ今年とっても流行っているんですが、やっぱりね普通に着ちゃうとどうしてもパジャマ感が出てしまうアイテムでございますので、今日はそのパジャマ感を限りなくなくすために、トップスはジャケットとシャツ、そしてお靴はヒールパンプスを合わせて、カジュアルなスウェットパンツをきれいめアイテムで挟んであげることによって、全くパジャマ感が出ないような着こなしコーディネート、まあそんなものにしてきました。近寄ります。ジャケットはラグナムーンさんとコラボで作ったものでございます。自分で作っといて言うのもなんなんですけど、やっぱりねこのジャケットすごいシルエットが綺麗で使い勝手がいいですね。中のシャツはですねこんな感じでございまして、これはミラオーエンのものでございます。シルエット的には結構オーバーサイズで、お尻とかがしっかり隠れる丈感ですね。シャツっていろんな形があると思うんですが、今日みたいなコーディネートの時にもうちょっとコンパクトめなものを合わせてしまうと、スウェットパンツのカジュアルさとのバランスが悪くなってしまいますので、こういったカジュアルなボトムを合わせるときは少しオーバーサイズのものを選んだ方がバランスが取りやすいかなと思います。でですね、スウェットパンツはユニクロのものでございます。こちらサイズは L サイズを選びました。もちろん M でも私全然いけたんですが、こういったスウェットパンツあんまりにもですねピチピチで履くと可愛くないので、私はあえてワンサイズ上げた L サイズを選んでちょっとゆとりを持たせて履いております。ベージュを選んだ理由なんですけども、例えばグレーとかだともうちょっとカジュアルな要素が強くなっちゃうので、品の良さを出しやすいベージュをあえて選んでおります。バッグはザローのマルゴーでございまして、ここで小さめのバッグ合わせてももちろん変ではないんですけども、そうなるとまた全体のバランスがちょっと変わってきてしまいますので、こういったスタイリングするときは大きめのバッグを合わせてあげた方がかっこよく決まるかなと思います。お靴はいつも履いてるやつでございます。でネックレスは楽天で購入したものなんですけども、首元にパールを入れることによって女性らしさがプラスされるので、今回はパールのアクセサリーを選びました。今日は上半身がきれいめとはいえマニッシュな要素が強いので、髪の毛はゆるく巻いたダウンスタイルにすることで顔周りに女性らしさをさらにプラスしました。ただ今日のコーディネートにこのゆるく巻いたヘアスタイルだと顔周りがエレガンスすぎてしまうので、メガネをかけてカジュアルダウンすることによって全体の調和をとっております。伝わってかな。リップはジバンシーのルージュジバンシーシアーベルベット09番のお色でございます。今日はねちょっと口周りヌーディーな印象に仕上げたかったので、あんまり色味が強く出ないようなお色を選びました。コーディネートとは全然関係ないんですけど、今日みたいなちょっとねゆるいくせ毛っぽいヘアスタイルを作るときにおすすめなヘアアイロンがありまして、それがこちらでございます。これはですねクレイツのものなんですけど、わかりますかね、まん丸じゃなくて四角いんですよ。アイロン部分が四角いので、こう髪の毛をこうやって巻いた時も綺麗なカールになりすぎなくて、外国人さんのヘアスタイルみたいなニュアンスが出るので、自然な巻き髪を作りたいという人はこの四角いヘアアイロンおすすめでございます。ということで4日目は以上です。ということで本日は5日目のコーディネートでございます。はい、キラーン。足がすいません。本日は名古屋に降り立っております。理由はですね、明日バビロン名古屋店さんでリニューアルオープン記念イベントで、はい、なんと店頭に立たせていただくということでですね、はい、今日の夜もちょっとインスタライブとか出演させていただいたりするので、その兼ね合いで名古屋に来ました。来ました。なので本日のコーディネートはとても楽ちんだけどだらしなく見えないぞコーデでございます。トップスはクリコンフォルトのデニムシャツですね。この間のやつです、はい、あ、そうです、この間のやつ。これめちゃくちゃ気に入っててよく着てるんですけど、1枚でさらっと着られて、しかもお尻が隠れて楽ちんなのですごい気に入ってるんですけど、でもしかしたらもう売り切れなのかな。まあ私パワーで、そうですね、宣伝効果次に行こう。まずこれユニクロのヒートテックレギパンみたいなやつ、好きすぎてちょっとこつけてきてるんですけど、そうなんですね。はい、めちゃくちゃ楽ちんなのでよく履いてます。でバッグはシャネール。
バッグはシャネールさんですね。お靴はザローです。これね2年ぐらい前に買ったやつなんですけど、歩きやすくて結構よく履いています。今日はこのシャツ1枚でも全然いけるぐらいの気温だったんですけど、一応寒かったら困ると思ってこんな感じでですね、去年バビロンで買った薄手のリバーコートを着てきました。正直このコートはいらなかったかなと思ったんですけど、暑かったら脱げばいいんですけど寒かったらあれなんで、まあ、こういう薄手のコートを持ってきました。まあ、アクセサリーも今日は移動メインなのですごいおしゃれするとかじゃないんですけど、ネックレスは松尾さんと韓国に行った時に買ったやつです、はいはい、思い出の品です意味深今日はバッグの金具とかブーツの金具がシルバーだけどゴールドも入れたいよねっていう気持ちになってなのであえてのミックスカラーで攻めてみました。普段は私結構バッグとアクセサリーの地金の色を揃えることが多いんですけど、たまにはごちゃ混ぜでもいいかなと思ってゴールドとシルバーカラーをいろいろミックスさせてつけてきました。移動の時はとにかく楽で、暖かかったら脱いで、寒かったらちょっと羽織れてみたいなお洋服を選ぶことが多いですね。ということで5日目のコーディネートはこんな感じです。はいはい、ということで6日目のコーディネートは新幹線に乗るだけだからほぼパジャマコーディネートでございます。キラーン。本日はですね、バビロン名古屋店さんでのイベントが終わってこの後帰るだけなのでパジャマ一歩手前の服装ですみませんでも今週はパジャマなかった。私が今までやってきた1週間コーディネートの中で初めてパジャマがない1週間コーデです。だから許してほしい。セットアップに見えますが全然違うブランドです。パーカーはアミパリスですね中はですねユニクロのロンティーです。これ何日目だっけな、2日目かなんかに着てたL サイズの方ですね。ちなみに L サイズだと緩くて S サイズを買い出したんです。スウェットパンツはこの間2日前ぐらいも履いていたユニクロのスウェットパンツです。靴は昨日と同じザローですね。バビロンさんのイベントはすごく楽しかったです。帰ります。あ、一応この、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。これサムソナイトのサムソナイト、サムソナイトいいやつですね。私の荷造りが本当にミニマリストの真逆、無駄しかない今日も無駄しかない。一泊でこれで、しかも持ってきてる服こんななのに、あれがないこれがないって言ってるのに何を入れてきたんだ私はと思っています。このまま帰ります。もう帰ります。新幹線に乗って帰ります。名古屋のイベント来ていただいた皆様本当にありがとうございました。楽しかったです。ということでさようなら。気をつけて帰り、はい、6日目は以上です。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。7日目のコーディネートはノット三冠美なツイードジャケットコーデでございます。キラーン。本日はですね、これからとあるブランドさんのイベントパーティー、なんかちょっとよくわかんないですけども、そういったものにご招待されましたので、華やかできちんと感のあるコーディネートだけどすごい頑張った感が出ないギリギリラインを攻めたコーディネートでございます。ツイードジャケットって春に着たいアイテムなんですが、やっぱりね、なかなか難しいというか、コンサバすぎて扱いが難しいと思う方もいると思うんですけども、全体をきれいめにしすぎちゃうと気張ってる感とか三冠美感が強く出ちゃうので、ジャケット以外はカジュアルなもので合わせてあげることによって全体のバランスが取りやすくなるかなと思います。あと今日はトップスもボトムもブルー系のお色なので、のっぴりしないようにブラウンの小物でアクセントをつけてみました。ジャケットはアナイのものでございます。この絶妙なミックスカラーの色味とコンパクトなサイズ感が気に入って今年購入しました。トップスはですねユニクロのロンティーなんですけど、確か2日目のコーディネートかなんかで L サイズを着てちょっとサイズが大きかったから買い直すかもって言ってたじゃないですか。で結局買い直してこれは S サイズを着ています。 S サイズを着ているんですけど、袖丈もしっかりあるし全体的にそんなにピチピチ感がないので、この T シャツは普段よりもワンサイズ下げてもう大丈夫かもしれないです。デニムはアッパーライツのものでございまして、私ですねデニムが結構似合わない体型なので、細身のデニムを着るとなんかすっごい下半身の太さが目立っちゃうタイプなんですね。なのでデニムはお尻とかこのももの付け根のラインが出ないようなのを普段いつも選ぶようにしております。なのでどちらかというとワイドめなデニムの方が私の体型は着やすいして見えます。余談でした
アクアポレーヌで靴は結構前に買ったオーガのものでございます。1日目にもお話ししたと思うんですけど、やっぱりブルーとブラウン系のお色ってすごく相性がいいので、おしゃれ感を出したいなっていう時はやっぱりブルーとブラウン合わせてあげると簡単にシャレて見えるので、おすすめな組み合わせでございます。首元はこんな感じでパールのネックレスを 3,4 本使ってジャラジャラ重ね付けしております。これがですね、それぞれどこのかはっきり分かんないんですけど、多分全て楽天で購入しております。その他のアクセサリー類はこんな感じでゴールドのものを合わせております。今日ゴールドな理由といたしましては、このジャケットのボタンがまあシャンパンゴールドだったり、バッグの金具もゴールド系のカラーなので、それに合わせてアクセサリーもゴールドカラーにしました。今日のリップは商品名が分かんないんですけど、ヘラの133というお色でございます。ツイードジャケットってコンサバ要素が強いので、青みのあるピンクのリップを合わせてしまうとバブリー感が出てしまうので、今日はちょっとオレンジ味のあるリップを選びました。今回の1週間コーデ全部を通して言えることなんですけど、今年の春はツヤ感があるリップよりもマット系のふわっとした感じの口元の方が可愛いので、私はツヤツヤのリップよりもマット寄りのリップを選ぶことが多いです。今日の髪型はですね、こんな感じで下ろしているんですが、本当はちょっとねまとめようかなと思ったんです。なんだけどこんな感じでアップヘアにすると三冠美のお母さん感がすごい出ちゃったので、アップにするのはやめて、こんな感じでちょっとラフさの出るおろしスタイルにしてみました。はい、ということで以上春のリアル1週間コーデでございました。今回ねちょっとお出かけするタイミングが多かったので、すごい普段着というよりは結構おしゃれする日が多かったとは思うんですけども、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。またね、バイバイ。